それでは数ベクトルの演算について説明しましょう。k を r または c、つまり実数全体もしくは複素数,数全体として、kn で rn または cn のどちらかを表すものとします。これからの話は別にどちらであっても関係ないので、時々しばしばこのような書き方をします。x と y をそれぞれ kn のベクトルとします。数ベクトルとします。 それから ck をスカラーですね。k の要素のことをベクトルに対してスカラーというふうに言います。まず、数ベクトルの等価について一応定義しておきます。まあ、ほとんど当たり前のことなんですけれども、同じ次元の数ベクトル x と y があったときに、それらの成分がすべて等しいと。これはすべてという意味ですけれども、すべての i についてすべての成分が等しい。大 i 成分が等しいときに、 同じと言います。ですから、123と124は、これは違うものですね。123と等し、い、ABC と123が等しければ、A は1、B は2、C は3というふうになるわけですね。加減ですね。えー、X と Y の足し算、あるいは引き算を定義します。各成分ごとに足したり引いたりしたものが、X と Y を足したものということになります。あるいは引いたものということになります。 それからもう一つ、ゼロベクトルというものを定義しておきます。ゼロベクトルはすべての成分がゼロであるベクトルで、何次元であってもすべて同じ記号、ゼロで表します。何次元であるかは、その時に使われている文脈ですね。例えば0、ゼロたす X という書き方をして、X がもしも3次元の数ベクトルであれば、ゼロも3次元というふうに解釈することにします。スカラバイ、えー、C というのをスカラーとしました。 数ですね。例えば3とかルート5とか π とか、えー。そういったもので、えー、そういったものを x にかけるということをします、えー。この時、x の右側に c を書かないようにしてください。スカラーは必ず左に書くようにしてください。いいですね。えー、cx というものは何かというと、各成分をすべて c 倍したものということになります。ですから3倍ならば各成分すべて3倍。マイナス5倍ならば各成分すべてマイナス5倍と。 ということですね。ただし、マイナス1倍の x はマイナス 1x、マイナス1括ッ x と書くと、鬱陶としいので、鬱陶としいというか、まあ、煩雑なので、マイナス x を単に書きます。これはですね、このマイナス x というのは、例えば、uh, x は文字だと考えるとですね、よく、マイナス x 足す x イコール0となるようなものをマイナス x とこう書,く書いたわけですけども、それと同じようなことで、マイナス x というのはですね、このように足したら0になるもの。 いうふうにして、考えることができます。もちろん成分のすべてをマイナス1倍したものですけれども、当然成分のすべてをマイナス1倍したものと元のベクトルを足すと0、0、ロベクトルになるわけですから、そのような性質があるわけですね。同様にマイナス3倍の x というのはマイナス 3x と。これはまあ3倍した 3x と足したら0になるものというものでも同時にあるので、まあこのように楽え、略記することができるわけですね。 それでは次のような問題をちょっと考えてみましょう。次の投資が成り立つように PQRS を求めなさいという問題を考えてみます。いいですね。はい。えー、っと。いいでしょうか。ちょっとここのところは今、えー、回答欄のところは はい。それでは次のような例題を考えてみましょう。数ベクトルの演算の例題ですね。次の等式が成り立つように PQRS を求めなさいということで、このような等式が成り立っています。いずれも4次の数ベクトル、4次元の数ベクトル、4次元の数ベクトルですから、足したもの4次元の数ベクトルで、まあ、等式としては成り立つ可能性があるわけですね。はい。で、この等式が成り立つような PQRS があると。 を考えて、その PQRS を求めなさいというわけですね。で、えー、これはつまり、各成分を比較すればいいわけですね。えー、最初の項は、2P のマイナス P の 3P の,の P ということになります。それから、プラスの、マイナス 2Q、マイナス4、マイナス 2R、マイナス4というふうになりますね。 これが 4s15-1 と等しいというわけですから、この中で pqrs の文字が1つしかないのが1つあるんですね。第4成分ですね。p-4 が -1 ということですから、ここから p が3ということがわかります。また、第1成分、第2成分、第3成分を比較すると、まあ、p が3ってわかりましたから、ここ全部わかっちゃうので、6-39とこわかりますので、 6-29が4から9が1と。それから、ナ3 4が S ですから S は -7 とで。で、9-2R が15ですから R は -3 ですね。というふうにしてすべて求めることができます。